さあ今回はね、助動詞です。助動詞ね、たくさんありますけど、一つ一つね、丁寧にマスターしていってちょうだい。それでは今回は must です。高い圧力。イメージを見てみましょう。どんなイメージなのか。圧力っていうことは、ぶっと押さえて、ね、こんな感じになる。高い圧力ですね。must というのはね、高い圧力なんだけども、自らの圧力。こう自分でやらなきゃいけないっていう風なね、そういった圧力なんだね。ではこの must の圧力から派生していく表現を捉えていきましょう。一つ目のは何々しなければならないという義務感、これは勉強しなきゃいけないとか仕事しなきゃいけないとかそういった感じだよね。そして何々に違いない、いろんな要素を考えるとこの人はこういった人に違いないとかね、またはこのことは絶対に、そうに違いないとかね、人や物に表現することはもちろんできます。そして何々しなければならないのこの義務感から発生するのは must not 何々するな not と一緒に助動詞を使います。禁止です。そして最後に強いおすすめで何々しなきゃということなんです。はい、でポイントとしては must には過去形がないんだよね。だから、何々しなければならなかったは had to を使ってください。はい。で、一つ一つ見ていきましょう。義務感の何々しなければならないについては、Look at the time, we must dash. 時間見てよ、急がなきゃというね、感じで圧力がかかっている。さらに下、何々に違いないについては、Tom must be stubborn. トムは頑固に違いないと、ね、口論してます。もう頑固なんだからっていうことで、いわゆる自分の中でもう、これまでいろんなこと話してきたけど、やっぱりトムはもういろんなこと考えても、もう何々違いないと確信感を持つ。これがmustの色です。さあ、残り2つ見てみましょう。must not です。さあ、このシチュエーション、どんなことが起こってるんでしょうか。とにかく言い争ってるよね。なんか人工呼吸してるよね。人工呼吸っていうかマッサージしてるよね。これはなんか死んじゃってんのかな。 A さんが言ってます。 You mustn't do that. You'll be dead. そんなことしちゃダメだよ、死んでしまうぞ。あ、なるほどね。こういうシチュエーションね。 B さんが Leave me alone. Leave me alone. 俺のことなんてほっといてくれよっていうことね。だからやるなっていうことがね、やはり押さえつけ、やらない方がいいっていうこう、ね、この感覚が矢印の、ね、圧力感を生んでるよね。must not を短縮することができます。上の must そういうね、使い方もできます。そして最後です。何々しなきゃという強いおすすめということなんだけども、なんか変なことしとるよ。何してんだこの2人は。You must see the gorgeous lady. 素敵な女性は見なきゃいけないよっていうことで、つまりおすすめしてるわけだね。なるほど、なるほど。塀の向こうにいるわけだ。The gorgeous lady が。こんな使い方もできるということです。ね、なかなか登れないね。はい。ということで、今回は助動詞の must です。4つのね、ニュアンスを説明しました。で今回はね、must の基本の基礎知識ということですので、次の動画では must のいろんな使い方、いろんな便利な表現を見ていきましょう。Alright, everybody, talk to you later.